2020年10月から本格工事が始まったこの事業は、府中町から海田町にかけてのおよそ 5.1 キロを高架線路にする計画です。このうち第一期工事が進む府中町の JR 向灘駅を中心としたおよそ3キロの区間に、高架線路を通すための準備段階として上り線の仮設ホームと線路が設置されました。仮設線路のすぐ隣にあるのが現在使われている線路です。この現在の線路は今後撤去されまして、ここの上に高架線路を通すことになります。今回の工事では対象区間で合わせて16カ所の踏切を撤去、交通渋滞の解消のほか、踏切事故や地域の分断をなくすことが大きな目的です。山陽本線と呉線は今月16日の夜に現在の線路から切り替えられ、翌日の始発から仮設ホームと線路が供用開始となります。まだ長い道のりではございますけれども、高架が完成しましたら、必ずですね、素晴らしい街に発展していくことに貢献する事業だと考えてございますので、今しばらくですね、工事に対するご協力、いただけましたらと。向灘駅周辺の工事は2030年頃に完了する予定で、海田町までの立体交差事業全体では2037年頃の完成を目指しています。